中村さんち。おはようございます、ルナです。ご飯です。はい、本日は雨です。やばくない？今年はダメやわ。ダメですね。パウダーの映像をねお見せしたりしてる動画はあると思うんですけれども、結構ね動画撮ってない時はほぼ雨だったりします。ウィスラー今年、はい。まあ2月はねちょっと耐えの2月ということで、びっくりした。今日はね実はパウダーが降ると言われててちょっと早起きしたんですけど、朝起きたらこの雨だったということで、はい。でもせっかくなのでね、これもリアルなので今日はこんな雨の1日のスノーボードの Vlog にしたいと思います。はい。まあ雨降っても楽しいからな、スノーボード。そうだね。あとはさ、上がもしかしたら雪かもしれないからね、うん、うん、標高がねやっぱり上がると雨が雪に変わったりするのがねやっぱりウィスラーあるあるなので、はい。まあそれも期待しつつ、はい、今日は雨の日 Vlog ということでいきたいと思います。では行ってきます。雨の日ウィスラーは上が吹き吹いてる。吹き降ってるって何？うわ、もうレンズ濡れちゃった。雨よいしょ。 OK、 ガチの雨。うわほんまやな、やばいよ。わかるかな、多分ね GoPro 今日濡れちゃうと思う。ただね混んでるんですよもうすでに。え、大丈夫？グローブ忘れた？それまずい。結構ね今日早めに来てて8時20分ぐらいなんですけど、もうね結構駐車場が埋まってきてて、もしかしたらみんな上は雪だろうって思って来てると思う。私もまだそう信じてる。濡れるね。濡れるね。ちょっと今日は早めに滑って早めに帰ってゆっくりしたいね。うん、うん、これは風邪ひいちゃう普通に。そうやな。だって今濡れるじゃん雨で、で上行くじゃん、うん、上多分寒いじゃん。そうやな、凍るよね。今気温が4度ぐらいかな、うん、え、そんな高いの？そら雨だわ。じゃあ今日一日頑張りましょう。 すげえ雨。ちなみにご飯くん今日休みだけど、私この後仕事だからね今日。マジやばい。行ってきます。雨かねえな。ちょっと待って、雨すごいんだけど人もすごいんだけど、何これ、やばいな。なんでこんな、やばくない？8時半か。そう、今日はあのプレジデントウィークって言ってアメリカのロングウィーケンドの最終日なんですよ。なので今日までが一応ウィスラーが激コミットされてるんですけど、いや予想以上に混んでるな。ねえすごいんだけど人。シングルレーンです。 I'm Japanese。 こんにちは。こんにちは。びっくりした、急に話しかけられた。 No 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 no, no. Oh, 観光ですか？ Where are you from?North Carolina。 North Carolina? ようこそ。なんで日本語喋れるんですか？でも沖縄から。あ、え、沖縄人ですか？沖縄人。え、すごい。はい、お父さんはアメリカ人、お母さんは日本人。わーおー、わー、いいですね。だから英語も日本語も喋れるんですね、はい、羨ましい。すごい。英語喋る？ちょっとだけ。ちょっと。ちょっと。7年ここ住んでるから。でも下手くそ。下手くそ。はい。楽しんで。楽しんで。またね。シングルレーンですらこの列。でもフィッツで行くのもちょっと濡れるよね。リフトで行くのもどうする？リフトで行く？いやゴンドラで行くか。ゴンドラで行こう。ほらうちらの列ももう。なあ、やばいな。後ろに並んでる。はい。頑張っていきます。なんでこんな過酷なんだ。上はさぞいいんでしょうね。じゃあ間違いない。うん、風強すぎ。まだ着かないです。
家を出てから1時間20分経ちましたが、まだ上には着きません。やばくなかった？え、やばくない？てか揺れもやばくなかった？ああ、すっごい動いてたね。え、何時間かかった？1時間くらい。やばい、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 あったんです。ちょっと待って、やばい、待って、やばすぎる。うわ、うわ、やば、やば、めっちゃ雪、すごいな、すごい、これやばい、猛吹雪です、これ。とんでもない、これ。ただ雨じゃなくて雪、さすがミスラ、やばい。ちょっと身支度しよう、中で。ちょっと今日は過酷な一日です。もう家を出てから1時間半以上経ってて、今もうすぐ10時になろうとしてます。もうすぐ10時だよ。すごい吹雪、うわ、何も見えない。すごい雪や、すごい。あ、やばいやばい、やばいやばいやばい、やばい。もう一本滑っていきたいと思います。いや、混みすぎてすぐ休憩した。休憩、もう休憩してちょっと行き帰った。今から岩こすります。
様でした。なんやかんや面白かった。なんやかんやね、うん、そう結局友達と会って友達とたくさん滑って降りてきました。でまだお昼ぐらいだね。うん、うん、お腹減った。コーヒー飲みたい。コーヒー買って帰るか、うん、あコーヒー言ってもこれラテやけどラテもコーヒーでいいんだよ。うん、オッケー、ありがとう。曇ってきた。ということで今からカフェに行ってお昼ご飯買っていきたいと思います。ちょっとね駐車場の問題があるのでご飯くんにはお留守番しておいてもらいたいと思います。お留守番得意。行ってきます。行ってらっしゃい。よいしょ。あ待って何買うんだっけ。ラテをウェットウェアくせえ。あったかいの。ホット。食べ物は私が選んでいいの。はい、お願いします。はい、ということで今日もいつも通りポートベロに行きたいと思います。私たちね、いつもスノーボードの後は大体ポートベロです。カフェも激混みです。やばい、みんな天気悪いから下降りてきてるんだね。どれにしよう。今日はこれかな。メイプルベーコン、いつも食べるクリームブリュレ。ちょっと今日焦げてる。あ、このドーナツも美味しいんだよな。美味しそう。これにしよう。これにします。上にベーコンが乗ったやつ。 Can I have a maple bacon? Yes please, maple bacon donut to go? To go and drip coffee. Okay. AndHot latte with oat milk, please. Yes, please. To go. To go. Yes. Can I use local discount, please? Thank you. Are you using a card? Yes. Your first name? Luna. Luna? Luna, yes.行きましょう。買えました。こんな感じでね、下にこういう台もらえるんで運ぶときはこんな風にして持ってます。ここにうまいことドーナツ乗せた。では家に帰ってから食べたいと思います。ちょっと晴れ出した。ちょっと晴れ出した。いや晴れてないよでもすごいよね、上と下で天気違いすぎじゃない。だって上すっごい吹雪じゃん今。はい、どっちや、どっちだこれ。多分あれ、え、なんで匂いで分かったの。いや、あの苦い、苦そうなんで。ほんと。じゃあお疲れ様でした今日一日。乾杯。長かったな。長かった。乾杯。お疲れ様です。あ、しみる。しみるね。ちょっともうぬるくなっちゃった。そう、今日は本当に久しぶりにあんなすごい吹雪だった。うん、確かに。うん、めっちゃ吹雪いてて、今シーズン一吹雪やったんじゃない。うん、やばかった。でも毎年あるよな、確かに。毎年あるっていうか、なんかまあ冬ってそれだよねって感じ。うん、確かに確かに。なので今年があんまりなんか雪とかが降らなすぎて、なんかすごい久しぶりに吹雪で、まあ、嬉しいような辛いような、まあ、まあ、辛かったかな、うん、まあまあ、なんかどっちかって言ったらやっぱ人が多かったんがやっぱしんどかったな。そうだね、そう、あのさっき言ったと思うんですけど、プレジデントウィークっていうアメリカのロングウィークエンドがあって、それの最終日っていうこと で最終日に山の上は雪だぞってことで、多分みんな一生懸命上がってきたんだと思うんだけど、そう、あと強風で、あのアルパインエリア、標高の高いエリアのリフトが開かなかったんですよ。そのせいもあって、その標高の低いリフトに人が密集するっていう事態になっちゃってて、今日はねサクッと 2,3 本滑って、まあ、下に降りてゆっくりしようっていう感じだったんだけど、うん、2,3 本滑るのに結構時間かかっちゃったね。もう1時前か。そう、はあこれがウィスラーです、はいはい、まあでも楽しかったね、うん、まあね、でも今日はゴンドラ よく止まったな。止まったね、そう、もうゴンドラに閉じ込められるかと思ったわ。な、うん、結局だって家出てから滑り出したまで2時間かかったもん、うん、かかったかかった。それがちょっとあの、ね、心に響いたもうやだってなってね、一瞬で。った滑ったら戻ったけど、はい、今日はこちらです。メイプルベーコン、はい、ってことで中にねクリームが入ってんだけど、上にはベーコンが乗ってるっていうね。まあこっちじゃ普通よな。
うん、そう、やっぱりメープルとベーコンの組み合わせ考えた人神だと思う。あ、ベーコンカスキに行っちゃった全部。取って半分こしよう。ベーコン半分。ではいただきます。いただきます。これ結構しっかり入ってる。おいしい。うん、うん、おいしい。スタラって出るね。ティッシュちょうだい。おいしい。この甘いのに甘いラテが合うんですよ。いや絶対ブラックの方が合うでしょ。はい、ということで今日はちょっとね天気が悪くて雨とか風とかで飛んだ一日だったんですけれどもまあこれもリアルなねミスラの一日ということで、はい、私はちょっと仕事があるので今日はこれで動画を終わりたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。それ流行ってんの最近